はい、皆さんこんにちは。ゆかチャンネルのゆかです。今日はちょっとビューティーとかファッションとか、まあ、日常動画であったりとか、そういう動画とはちょっと違う、なんか心の中というか内面についてのお話をしていきたいんですけども、私のチャンネルがね、こうあってほしいなっていう目標の一つに、その見ている方が自分をよりもっと好きになれて、自信が持てて、自分の人生がもうちょっとこう楽しくなれるような、そういう情報だったりとか、チップだったりとかっていうのを私がお届けできたらな、そういうチャンネルになったらなっていう思いがずっとありました。もちろんそういうチャンネル作りをするのが私の目標ではあるんですけども、そんな中、なんかメッセージとかでもよくいただくんですけど、なんでゆかさんはそんなにいつもポジティブなんですかとか、こういつも明るくいられる秘訣は何ですかとか、どうやったらそういう風にいつも明るくいれるんですかとかっていう風にこうメッセージをいただくことがあるんですけども、もちろん私も人間なので、悲しくなったりとか辛くなったりとかっていうのがありますし、むしろ私は結構感動しやすかったりとか、涙もろかったりとか、こうなんか周りに感情をこう左右されやすかったりとかっていう、どっちかというと結構感情コントロールがめんどくさいタイプの、人間なんですけど、なのですごくね、落ちる時は結構憂鬱になったりとか、まあ、悲しくなったりとかしちゃうんですけど、でもやっぱりこのチャンネルでお届けする私の姿っていうのは、どっちかというといつも皆さんに元気を与えられるような存在でいたいなって思うので、撮る時は暗くなりすぎないように努力はしてるつもりなんですけど、そしたらじゃあどうやって自分のモチベーション上げたりとか、あ、なんか嫌なことがあったなって日も明るくいられたりとかっていう、どうしたらそういう風にいられるのかなって自分で考えた時に、いろいろ整理してたらまとまった部分があったので、それを今日動画でお伝えできたらなと思いました。それでは私なりにまとめてみたポジティブに生きる方法っていうのを早速見ていこうと思います。それではレッツゴー。ポジティブに生きる方法一つ目は、泣きたい時は泣くっていうことなんですけども、これすごいシンプルに聞こえるんだけど、でもね、やっぱり昔からこう培われてる社会の認識とか視線ってあると思うんですよね。なんかこう泣いたらこう弱いっていう認識だったりとか、泣いたらこう負けだとか、なんかそういう誤った認識とか視線っていうのがすごく多い気がするんですよね。でも泣きたいって思った時にゴクンってここでね溜めて、でそれをずっとここで持ってると、この後なんかこう数倍にも辛くなるというか、そのゴクンって飲んだ時は我慢できたって思うかもしれないんですけど、その後に絶対自分に何か悪い影響があると思うんですよね。その肉体的なのか精神的なのかは別として、ここにゴクンって溜まったものが何かで発散されるっていうのはすごく稀だと思うので、泣きたいなって感情が芽生えた時にはそれをできるだけ泣いて発散させてあげるっていうのが一番いいなって私は思ったんですよ。泣きたいなって思った時って、それって多分体の何らかの SOS だと思うし、でその SOS があった時に泣いてあげると、意外となんかこう思ってたよりもすっきりして、でその後自分が悩んでたことだったりとか、つまずいてたことが、あ、そっか、これってこう考えたらそうでもなかったなとか、あ、そしたらこれがダメなんだら、こっちにこれがダメだったらこういう風にやってみようかなとか、なんかこう違う方法で解決しようとする思いが芽生える時も多いと思うんですよ。なので泣きたいなって思ったら我慢せずに泣いて大丈夫ですよ。なんか大人になればなるほど、自分の感情があらわになった時とか、こう弱い自分が出てきた時に、わあ恥ずかしいなとか、いやこんなんじゃダメだよなって自分を責めることが多くなると思うんですけど、もうそんなのはね、子供だろうが大人だろうが弱い自分が出てきちゃう時なんてたくさんあるんだから、泣きたい時は泣くのが一番だなって思いました。それが1つ目で、泣くことによってこうそれがすっきりしてね、ちょっとポジティブに考えれる余裕ができるっていうこともあると思うので、それが私なりのポジティブに生きる方法の1つ目かなと思いました。それでは2つ目はというと、お部屋を片付けるっていうことです。これって結構
たくさんの人が言ってることというか、まあどの本とかよく聞くような言葉だと思うんですよね。お部屋片付けたらなんか気持ちすっきりするよとかって結構聞くと思うんですけど、それって本当に合っていて、なんかねこうモヤモヤしてたりとか、何かこうつまずいたことがあって、うーくそーって思った時とかで、結構周り見てみると部屋がちょっとだけいつもより汚くなってたりすることって私はねたくさんあったんですよ。なのでもちろん物使ったら元に戻すっていうのは基本なんだけど、でもなんかそれができる余裕がなかったんだなってふと周りを見て思った時に、後回しにしないで、こういうちょっと憂鬱な時だからこそお部屋を片付けてあげようって思うと、そのお部屋を片付ける時にいろいろ気持ちの整理もできて、あこれって必要なかったな、あこれってもう使わないよなって、なんかこう使うもの、欲しいもの、必要なものとかのこう気持ちの整理もできると思うので、そういう意味でお部屋を片付けた後にさらによしこれから頑張ろうっていうなんかこう思いがね芽生えたりすることが多々私にはあったので、これがちょっと私なりのポジティブに生きる方法の一つだなって思いました。それでは私なりのポジティブに生きる方法の3つ目、ごめんねよりもありがとうっていう言葉を多く使うように意識してみるっていうことです。でこれは憂鬱になればなるほど、あ誰かに迷惑かかってないかなとか、なんで私こうなんだろう、なんでだったんだろうってこう自分をやっぱりさっきも言ったけど責めちゃうことってたくさんあると思うんですけど、そういう時だからこそ、なんか例えばあこれこの人に申し訳ないなって思ったとしたら、ごめんねっていうのももちろんね大事なんだけど、でもその前にごめんねだけどありがとうっていう言葉の使い方をしてみると、言われる方ももちろん逆の立場になって、ありがとうって言われて嬉しくない人なんていないし、やっぱ言葉自体にネガティブな要素があると自分の気持ちにもそれって影響すると思うので、最後の締め方をちょっとポジティブな言葉に変えてあげると、自分の気持ちのね言った後のなんかこう余韻ってあるじゃないですか、その余韻もちょっとポジティブになることってあるなって私は思ったので、私がこう例えば憂鬱だったりとか悲しくなってる時に意識するようにしてる項目の一つですので、皆さんもなんか憂鬱になったりとかして、はあ、やっぱ私ってダメだなって思ってる時に人に会って何か話をしてごめんねっていう機会があったとしたら、その後にありがとうという言葉もつけてあげるといいんじゃないかなと思います。それでは4つ目は、落ち込んだ時にちょっといいものだったりとか、ちょっといい食べ物っていうのを自分にご褒美してあげるっていうことです。でこれはやっぱりもちろん今の世の中贅沢をして暮らすっていうことってとても難しいことだし簡単なことじゃないんですけど、でも日々の生活で無駄遣いをしろって言ってるわけではなくて、こう自分がね今日仕事でうまくいかなかったなって思った時に、じゃあ今日の夜ご飯は自分にご褒美で外食してみようかなとか、あそういえば調べてた来たかったお店屋さんあったなとか、今日そこ行ってみようかなとか、なんかそういう風に自分のこうモチベーションが上がるようなこととか場所に行ってみたりとか、物を食べたりとかっていうことをするって結構継続してやっていくと違ってくるなって私は思ったので、なのでその嫌なことがあったっていうことを言い訳にできるいい機会でもあると思うんですよね。なのでまあ今日嫌なことあったし、ダイエットとか気にしないで今日はちょっと食べちゃおうとか、例えばね、あ前からこれ欲しかったんだけど、まあ今日嫌なことあったし買ってこの服着て元気出そうかなとか、そういう感じで自分をちょっとモチベーション上げれるようなもの、こと、食べ物だったりっていうのに手を出してみるっていうのもとてもいいことかなって私は思います。それでは5つ目は、姿勢を整えるっていうことです。なんかねネガティブになってる時とかこう憂鬱な時って意外と本当に姿勢が悪い時が多かったんですね。私はそういう時ってやっぱ分かんないんだけど、姿勢が悪いとやっぱりこう酸素の循環とかがやっぱり滞っちゃったりするので、そうすると頭の中もなんかこうモヤモヤして混乱してきたりとかっていうのがあると思うので、憂鬱な時とか
嫌なことがあったなっていう時こそ下を向いて歩くんじゃなくて、姿勢をちょっと整えてちょっと斜め上ぐらい見るような気持ちで歩いてみると、なんかね、歩いててもあー、こういう綺麗な場所あったんだとか、ここになんかこういうお店できたんだなとか、なんかいろんなね発見があると思うんですよね。でそういうちっちゃな発見とかってワクワクにつながると思うし、モチベーション上げる要素にもなると思うので、ちょっと姿勢を整えて歩いてみるとか、デスクワークしててああ憂鬱になったなって思った時とか、疲れたなって思った時にちょっとだけ姿勢を整えてみるっていうのも少し自分をポジティブにしてくれることかなって思います。さら6個目、趣味探しとか心のワクワク探しをするっていうことなんですけど、こう疲れた時とか、なんだろう、もう何もやりたくないっていう時って本当に疲れて休むっていうことが必要な時もあるんですけど、でもね、なんかこう気持ちが上がったり下がったりしてそれに疲れちゃってる人もいるし、あとなんか平凡な毎日に疲れちゃう人もいるし、多分それぞれだと思うんですけど、でもね、それが、その趣味っていうのがこうめちゃめちゃアクティブで外に出てとかっていうことじゃなきゃいけないっていうわけでは全くなくて、その自分の心が今欲してるものとか、なんか自分の心がワクワクってなる分野ってあると思うんですよね、絶対に。それが例えば寝るにワクワクするかもしれない、したら寝るっていうことにどうやってワクワクするかな私はって考えたら、例えば寝室のインテリアをちょっと変えてみるとか、なんかいい感じのディフューザーを買ってみるとか、例えばそういうことにつながると思うし、そうじゃなくて絵を描くのが好きな人だったりとか、ダンスするのが楽しいなって思う人だったりとか、言語を学んでみるのがワクワクってなる人だったりとか、多分それぞれあると思うので、皆さんがそれぞれ日々心がワクワクする分野の趣味っていうのを探してみて、それに関連する何かをしてみるっていうのも、ネガティブになってる時は自分をポジティブにしてくれるいいきっかけかなと思います。それでは7個目、やりたいことは口に出すっていうことなんですけど、なかなかネガティブになってる時って否定的になりがちなんですよね。私が今やりたいことだったりとか、やってきたことだったりとかっていうのに否定的になりがちなので、なんか人に会ってもそれを口に出すっていうことを拒まったりとか、いいや言わなくてみたいな、私だけが分かってればいいやって思ったりとかしちゃうと思うので、そういう時だからこそ、例えばね、会って心を許せる人がいるのであれば、こう私はこういう風にやっていきたいんだよねとかって、でもこういうとこがちょっとつまずいて辛いんだよねっていう、そういう相談でもいいし、私はこういうのやっていきたいんだけどどうかなとか、自分が今やりたいことを口に出していくっていうのもとってもとっても大事だと思います。で本当に、例えばその人にそれを言った時に、その人がその場で解決をしてくれなくても、でもなんか言葉ってやっぱり生きてるものだと思うので、言葉で伝えたらそれが残って、例えば他の人が、その人が他の人に話す時に、あ、そういえばあの子これやりたいって言ってたよとか、あの子にぴったりじゃないっていう風にこういい機会が回ってきたりとかして、でその自分がやりたいことが実現できる機会が増えるかもしれないので、ネガティブな時だからこそ自分がやりたいことってなんだろうって考えて、それを人に会うたびに話してみるっていうのもポジティブになるためのいいきっかけになるかなと思います。それでは9個目はダイアリーとか、あとスケジュール帳とか書いてる人にはぴったりだなって思うんですけど、ちょっとした目標を立ててそれをクリアするっていう練習をしてあげるってことです。例えばなんか目標っていうとさ、世界一周だったりとか旅行に行くとか、ちょっとなんか大きめのことを考えすぎなんですけど、でも本当に例えばね、今日の夜は体のことを考えてちょっと健康な料理を食べてみる、でそれを自炊してみるっていう、なんか今日の夜の目標とかを立てて、でそれを本当に実際にマートに行って、あ、体にいい食材集めて体のこと考えて自炊してっていう風にクリアしたら、それをこうチェックするんですよ。そうするとこうチェックした時のなんかこう達成感というか、それってすごく大事だなって思います。そういう風にちょっとした目標を立ててクリアするってすごくポジティブになるいいステップだなって思うので、これも入れてみました。10個目、ラストね。これラストはさっきのちょっと目標を立ててクリアするっていうのにめちゃめちゃ近いというか関連してる
ものなんですけども、自分の成功体験をすることにちょっと意識するっていうことなんですけど、これは本当に自信がない時って失敗体験が多かったりとか、なんかこううまくいかないなっていう時って、やっぱり自分なりに努力してやったことが報われなかったりとか、なんでかわかんないけどアンハッピーな出来事があったりとか、こう人の言葉に傷ついたりとかって、たくさんのね要因があると思うんですけど、でもその時にめげずにちょっとしたことでも成功体験を作って練習してあげる。さっきと同じですよね。こう自分が、あ、よかった、やった、自分の力で成し遂げたなっていう何かを意図的に作ってあげて、それを繰り返すと本当にちょっとした自信がつくようになってきます。なので例えば私は最近ちょっと貯金するのにハマっていて、こう結構なんだろうな、毎月の貯金額を見て、あ、やったって思うね成功体験を最近は作ってるんですけど、そういう風にこうあんまり無理をせずに、例えば貯金額を決めて、それを絶対何ヶ月か続けてみるとか、1年続けてみるとかってして、でその毎月その達成する時にもワクワクするし、例えば1年って期間を決めたのであれば、その1年後にそれをね達成した時は本当に大きい達成感なんですよね。以前そのピラティスとか、あとポールダンスの資格を取った時も大変だったというか、やっぱり言語が違う中での挑戦だったので、自分なりに努力はしてもこう結果に結びつかなかったりとか、すぐこう覚えられなかったりとかっていうのがあって、すごい大変だったんですけど、でもその中でもやっぱり成功体験を作ろうと思って、例えばこの動きとかこのポーズができたら次の食べに行こうとかっていう風にして、自分のモチベーションをね上げる練習をしながら、でもいついつまでは取りたいな、例えば資格をね取りたいなって思って、そこまで努力して取った時の達成感だったりとか、あとはやっぱり私は海外に住んでて、家族とか友達から離れてる環境にいるので、その自分の思いだったりとか日々の感謝だったりとかっていうのを伝える場所っていうのは自分が努力しない限りないんですよね。なのでそういう意味ではたまにありがとうでみたいな感じで、私がこういつもありがとうみたいなことを頑張って言うように、頑張ってではないんだよね、なんかこう恥ずかしいけど言うようにする機会っていうのを設けて、それをクリアしていったりとかっていうのをやると、なんかもっとね、もっともっと感謝するようになるし、私一人じゃないんだなって、こう愛を受けてるっていうのを再確認できるようなきっかけにもなりますし、成功体験を作っていくっていうのは、それをクリアしていくっていうのは本当にさっきの9個目とすっごい被っちゃうんですけど、でも結構このポジティブになるっていう項目を語る上では私の中ではすごく大事な部分になってきます。なのでもちろん今お話しした全てが決して簡単なことではないんですけども、でも努力すれば誰にでもできるようなことだと思うので、決して私がスペシャルなわけでも特別なわけでもないので、こういう風に動画を見ていただいてる皆さんにもできるだけポジティブでハッピーな生き方をしてほしいなと思って、私なりにどうシェアできるかなと思って考えてまとめてみた10個の項目でした。皆さんの参考になったら嬉しいです。まあ、もちろん今日嫌なことがあった人、今日すっごいハッピーなことがあった人とかたくさんいると思うんですけども、どんな1日でも休みって寝る時にちょっとでもモチベーションが上がってるような一日の終わり方ができたらなと思います。まあいつもとはちょっと違う分野の動画だったんですけども、私はこういう動画もどんどん上げれたらなと思ってます。もちろん人にアドバイスできるほど私がねすごくポジティブで生き方が素晴らしくってっていう人間じゃないですけども、でもなんだろうな、みんなでこうシェアできるような、あ、こういう方法があるよとか、こういういいことあるよっていうのをお話しできるような場になればいいなと思ってます。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。少し長くなっちゃったんですけど、楽しんで見ていただけたら嬉しいです。それではインスタグラムとツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。皆さんのなんかお悩みだったりとかっていうのもこう聞いてみたいなと思うので、もしあったらコメント欄もしくは DM の方に送っていただけると、私も次の動画考えやすいかなと思います。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ。안녕.